て寒さだ。このままじゃ体が凍りついちまう。こんなところに誰かいるのか。なんだあれは。空から何か降ってくる。まずい、逃げろ。無事だ。まったく、なんて島だ。船長、もう引き上げましょう。こんなとこ、とても人が住めるような場所じゃ。それはどうかな。この海は何があってもおかしくはない。あれを見ろ。なんだあの丸い雪山は。さっきのつららが刺さってるぞ。あれは雪山じゃない、鉄のドームだ。見ろ、ドームが開いてくぞ。まさかドームの中から街が出てくるとは。ここはかの四皇カイドウ様のお気に入りの島でね。俺はその守備を任されてる。で、どうしろと。どうしろというわけじゃねえが、警告したのさ。あの人を怒らせねえ方がいいぜ、ルーキー。つまりもしお前の首でも取ればカイドウが黙ってないと。そういうことだ。分かったらさっさと。だったら話が早い。ゾーン系古代史か。珍しいじゃねえか。